どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回もデュエルリンクスの黒歴史についてご紹介していきたいと思います。アンリミテッドルームの方でね、本日のデッキはですね、まあ、昨日だと思うんですけど、多分昨日動画にしてると思うんですが、あの竹光スタバ、通称竹光デバーンっていう、クソ中のクソデッキをね、昨日動画にしたと思うんですが、本日はですね、まあそれに負けずとも劣らずクソデッキと呼ばれたデッキ持ってきました。サイレントソードマン、通称サイソワンキルでございます。まあ、昨日のデッキはですね、まあ、コインで黄色を出す、つまりまあ先行を取るというデッキだったんですが、今回は赤いコインを出す、後攻を取るっていう、まあ、先行プレミっていうデッキですね。はい。で、まあ、まあ、スキル根性を採用してるんですけど、これもね、確かね、当時は確かデュエルスタンバイとかだった気がしますね。確か、記憶ベースだけど、デュエルさんは根性を使ってた人もいたような気がするけどね。俺根性を使ってたと思うんだけど、まあ、デュエルスタンバイの方が結構なんか主流だったような気がしますね。で、どうやってやっていくかっていうとですね、あのこの頭おかしいこの沈黙の剣っていうカードね、これ頭おかしいんですよ。このカードを、まあ、この最初に、まあ、ぶち込んで、でこいつの打点を4000にして、ダイレクトアタックか、まあ、2回攻撃するか、これをかまして相手のライフ4000を削り切るっていう、まあ、そういうデッキでございます。まあ、この最初ワンキルが流行っていたから、まあ、根性っていうね、スキルが流行ったりとかしたんですけど、当時はこれどういう戦い方をするかっていうんですね。この最初を立てるで、最初に、まあ財宝か、まあ、アサルトアーマーするで、まあ、こいつだったら2回攻撃するし、こいつはダイレクトアタックできるよっていうカードなんですけど、これで、その後に、まあ、一気加勢と、沈黙の剣、これは1500ずつアップするんで、家電がだから、まあ、3000実質アップしますんで、まあ、2枚使って、まあ、3000アップして4000っていう、そういうね、なんか戦略とかもうクソもない、あのなんだろうな、対話とかデュエルしろよっていう気、もう本当になんか相手のデッキはもう関係ないんですよね。なんか相手使ってきたカードにチェーンして沈黙って、はい向こうみたいな感じ。まあ、沈黙っていうのはこれ、このカード発動すると最初が、このカード以外のカードの方が受けなくなるよっていうカードなんで、まあ、これをぶち込んで、まあ、戦っていくっていう、そういう目的です。これが本当に頭おかしいで、なんかね、このね、沈黙の剣もなんか実装されて、なんか結構光の速度でリミット2になってた気がするんで、これも結構ね、あのやばいカードではありますね。はい、ということで早速本日もうんちみたいなワンキルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあまずはじゃんけん勝っていく。このデッキはですね、基本的に何やっけ、あの赤いやつ、赤いコイン、赤を出すっていうゲームなんで、赤を出すゲーなんでね。はいはい、セットセットなる方、沈黙の剣は来たが、で、沈黙の剣を捨てていく。で、これでですね、墓地のこの沈黙の剣を除外すると、サイレントソードマンモンスターをなんか、サーチできるっていう効果ついてるんですよ、これ。これ結構強いです。で、これで持ってくる。で、あとはね、打点1500アップするカードが欲しいなといったところ。はい、ナイス。あ、狡猾な音すいやな。あ、音すいやな、沈黙の剣。あー、おい、これ僕だけ生きる。なるほど。沈黙の剣場外。サイレントソードマンサーチ。俺、クリボール、聞かないですけど、大丈夫ですかね。クリボールは持っていても甘い。パトロイズいきます。ダメ、自分ダメしていいですか。対戦ありがとうございました。先行も取った、お前が悪い。さあ、先行を取ってしまった。先行を取っていく。一旦プレミアかました。カードアドバンスイーだけする。カードアドバンスをして、なるほど。どうしようか。取引するんでしょ。
沈黙の剣、沈黙の剣、沈黙の剣、沈黙の剣で一気火星化で煉獄通路、これでターン終了。さあライフポイント4000削り切れるかな。武藤遊戯さん、ちょマジで先行プレミアなんですよね。あ、6部衆、なるほどですね、6部衆、なるほど。竜一3癖やば、3癖はやばい。なんだ二刀流か。とりあえず取引打っていく、支援立たなくてよかったなっていう感じなんだけど、で沈黙の剣を捨てて、沈黙の剣捨てていく。でこれで一応サーチ可能になったから、サーチをしていく、あ違う、その前にまず無の煉獄を先に発動しておいてからの、沈黙の剣を発動していく。でこれでサイレントソードもサーチしていく。さあ行くぞ、いけ魂のサイレントソードマン召喚。お、なんもない。なんもない。何？なんもない。なんだ？あれはなんかチェーンはあるので、なんかなんだろうな、めくるとかですかね。めくるとかならまあ別に沈黙するけどぶち込めば全く問題ないので、一気火星をかましていく。でこれで大丈夫なんでしょうか。あの人守れるんでしょうかこれ。バトルフェーズ行っちゃいますけど、よろしいんでしょうか。あれなんだろうこれ、このチェーン怖い、狡猾。あーなるほど、チェーン沈黙の剣をしていく。でこれに何かしらのチェーンがあるかどうか、何もない。はい勝ち、はい勝ち、はいそんなの関係ない、はいそんなの出しても意味ない、意味ないからやめて、意味ないからやめて、攻撃続けていく。さよなら。これに関しては支援を出せない、お前が悪い。さあお相手の方、社長よろしくお願いします。デュエル3倍成功率そんな高くないね、このデッキ。なんかねもうちょっと決まるかなと思ってたんだけど、やっぱりデュエルスタンバイの影響でかいんじゃね、多分だけど。そのやっぱり手札が浮きた、レッドアイザー、これ乾杯じゃね、これ乾杯の可能性ある、これ来たぞ、これバランス言ってたな、スキル、これ乾杯じゃね、これまさかの出た、出ました。これもね、まあ、超初期環境ですけど、いつだろう、2017年のなんかその まあ年末まで行ってないかな、2017年内ですね、2017年の環境できたと思います。これでスピリッツドローフェイズもね、ドローフェイスピリッツしていく。これ絶対カンパある、やべえ、絶対カンパあるやん、はいカンパされるやん、これ魂人影召喚、人影再素召喚ですよねですよね、知ってたもん、知ってた、俺知ってたもん、それターン終了してるしかなくて、まあ、ただ一応これ何もなければワンチャンあるんだよな、まだ次のデッキトップでなんか再走引ければインサイト、インサイトは1回遅いから、1回遅い、これスピリッツではなさそうななんか感じするんだよこれ、チェーン的に、はいはい、セット OK、 OKOK で真ん中スピリッツね、 OKオッケーで最初からか引いていただけるとありがたい。で無の煉獄はもうやってるしかないか、無の煉獄発動、煉獄はうわ絶対カンパじゃん、絶対カンパじゃん、それやめて、あー無理ー、これ無理ゲーすぎだろ、なんだこのデッキ、なんだこのデッキ、ふざけんなよ、無理ゲーすぎ、ワロタバカじゃねえのこのデッキ、バカだろ、バカじゃねえのこのデッキ、見たら誰が勝てんだよ、ふざけんなよ、リミットってありがてえな。